タワーレコードのバイヤーさんがおすすめする企画「タワーレコメンに今回12月14日発売の「インナーオーシャン」が選出されましたやったー、えー、今回の「インナーオーシャン」なんですけどタイトルはどういう意味でつけたのかというとなんかこう海って静かに見える時でも水面下ではすごく流れが速かったりとか流動的だったり。 あのー、渦巻いていたりとかすごくこう外から見た時と二面性があるなと思っていてまあ一致する時もありますしね水面下と見た目がなんかその有様がすごく人間っぽいなというか人間も一緒だなと思ってなんかこうそういうことを一言で言えないかなと思って自分なりに考えて「インナーオーシャン」というタイトルをつけてみました。えー、タイトルの通り こう今まで自分が曲を作る時はなんかこう自分自身のそのままを出してるんだけどありのままでありながらもこう一個どっか俯瞰してる第二の自分みたいなものを通したりとかそういう何か自分自身の中にあるフィルターを一個通してえっと作品に紹介していた感覚だったんですけど今回はその自分の水面下で起きている流動的なものとかえっと激しさとかを そのまま本当にフィルターを通さずに出してみるという作業をしてみましたなんかこれは自分にとって多分すごく必要なものだったしまた、あのー、タワレコさんでも置いていただいていたフィジカルのファースト EP を手に取っていただいた方からするとなんかそこの変化も楽しんでいただける一枚なんじゃないかなと思ってます是非是非タワレコードさんで「インナーオーシャン」を手に取ってみてください。 以上、シンガーソングライターのさらさでした。